さあ時刻は午後七時を回りました沖縄プライムの時間でございます本日は10月27日28日ですね、えー、金曜日でございます収録放送でお送りする今夜の沖縄プライムですが収録日が、えー、この10月28日今日のですね、えー、3時でやっておりますそして、えー、今日の MC はこの方ですいきますか はい、那覇市議会議員の奥間亮です。よろしくお願いします。奥間、はい、さん、よろしくお願いします。はい、えっと、奥間さんはもう、えっと、なて言うんですかね、那覇市議選。那覇市長選挙を終えて。はい、かなりほっとしているとは思いますが。はい。ええ、まあ、疲れ、疲れましたし、<laughs> ほっとしましたし。<laughs> はい。でも、まあ、応援していた知念候補が知念次期市長、うんはい、新市長に決まりましたので。はい、まあ、本当に。 なんんんていうでですすかかねね疲れも吹っ飛んだところですか、ね、そうそう、はい、今回ね奥間さん来るっていうことで、はい、僕結構那覇市長選、うん、やっぱり、えー、とかなり注目してたので、はい、そうですね,ね、うん、いろいろ話聞きたかったのでよかったです、はい、今日はい当然今日はですね那覇市長選の話をしていきますので皆さんぜひぜひえー、感想をね 収録なんでで感想をメールで送っていいたただけたらと思います前日はメール来てたんですけど、はい、ちょっともうタイムラグがありすぎてですねうん、うん、あれなんですが奥間、はいえー、さんには見ていただきたいと思っておりますので、うん、ぜひ皆さん、えー、メールで感想をお寄せください、はい、メールアドレスが 797-fmgui.com ですそれでは、えー、このあと1時間、えーこ 今夜は収録放送で行いますのでぜひぜひ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いしますそれでは一旦 CM です将棋の魚地宜野湾市に将棋道場が誕生しました将棋を楽しみたい方本格的に強くなりたい方一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中土曜トーナメントも開催中団球は問いませんぜひご参加ください豊田塾宜野湾将棋道場で検索 ヒートのお昼前パーソナリティのギ野ワ市市会議員ゴヤヒトと申します。日頃の議会の活動から地域のイベント、そして頑張ってる皆さんの情報をお伝えしていきます。皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしてます。どうぞ皆さん、ヒートのお昼前、よろしくお願いします。FSO パイロット留学アカデミー。 キャビンアテンダントも素敵だけど女性パイロットって超かっこいいよね目指すは世界中を飛び回るキャリアウーマン国内初の FA パイロット試験官が熱血指導するパイロット留学アカデミー和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒などさまざまなお酒を楽しんでみませんかジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です 出会いから想像へ感動と笑顔をありがとう。春災創作工房中村。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい。そんな願いを叶えます。電話番号は892-8688。安心事前のご相談は葬儀社進化へ。 牛角カルビとダブルタンボ黒糖サツバター美味しい <laughs> ラーメン食べるしい。美味しいやってる牛角牛角技能アンテン公表営業中さあ沖縄プライムでございます本日は那覇市議の奥間亮さんが MC を務めますよろしくお願いします、はい、那覇市議会議員の奥間亮ですよろしくお願いします はい、えっ、ー、ともう那覇市長選が終わっての、はいえー、奥間さん登場ということですが、はい、まあざっくり振り返ってどうでしたかそうですねまあ私にとっては本当十10年がかりなんですよね。おうどういうことかっていうと、はい、まああのー、なんて言うんでしょうねまず体制というか選挙の構図というか、はい、えっとそういう意味で言うと、はいあのー、まずオール沖縄って というやっぱ勢力がありますから、はいはいはい。そことやっぱり対峙するという戦いにやっぱなっちゃいましたよね。一応今回も、今回も、うん、はい。要するにえー、っと知念悟候補はえーっと。 那覇市の副市長を務めていて、えー、それで、えー、退職して、まあ、選挙に出たと、はい、で自民党と公明党が推薦を出したということで、はい、えただ本人は、まあ、市民党的な要するに中立的な<ー>形で出ますとただ推薦というのはこの人あのいいですよという推薦じゃないですかはい、はい、何にでも推薦って使いますけど、うん、どこどこ推薦みたいな自民党としてもこの人はいいよという推薦ですから。 で公明党さんも推薦出したということで,、はい、であと対する小長竹春さんは、うん、まあ言わずと知れた小長竹七次の息子さん、はい、で、えー、まさにオール沖縄の勢力のまあ象徴たる人ということをですね、うん、なんかそのオール沖縄の若手のこれからの。 えー、期待する人みたいなニュアンスはありましたよね。そうですね。うん、あのやっぱりね、えー、お父さんが、はい、あの知事で、えー、あれだけね大きなあーこのオロオキナっていうものを、はい、まあ構築していったっていう人ですから、うん、その息子さんっていうことなんで、はい、まあ、とてもみんなよく知っているしっていうところですよね。はいはい、でそのさっきちょっと話したまあ私にとっては十年 のの戦いいだったったていうのはですね、うんはい、私は、えー、と26の時にですね、はい、平成25年か26の時に私は警察官辞めて、はい、も,もともとやっぱり地方自治そういったことに関わりたいっていうことで選挙出たわけですがまあその時、まあ、もうすでに自分の考え方というか、はい、やっぱり世の中変えるには2つの方法があると。はい、それは、はい 中から変えるかかからら変変ええるる外、はいはい、自由民主党っていうところが、まあ、政権をもう何十年と担ってるわけですけど、はい、やっぱ中から悪いところは変えていっていいところは伸ばしていきたいと、うん、だからその政権の中に入っていきたいっていう意味で、うん、まあ自由民主党っていうところから、はい、まあ推薦をもらって出たわけですよ私も。 平成25年の7月選挙で8月から任期が始まって、はい、最初の議会を9月にやるんですけど定例会っていうのは9月にやるんですけど、はい、その9月から9101112のこの4か月間だけは、はい、私は、まあ、いわゆるその女長武さんが知事になる前に市長だったんで女、はい、長武那覇市長の時に、まあ、4か月間ぐらいは女長、まあ、武さんのまあ与党的な立場で、まあ、市議。 をやってたわけなんですよねその時に会派って呼ばれる、まあ、グループみたいなもんなんですけど、はい、その会派っていうところもあの自,由民自民党の名がつく神風会っていう会派に入ってたんですけどね、はい、でそこからスタートしていって、あのーまあ、いろいろまあそのスタートして、まあ、いろいろこう家族の家族にもちょっと不幸があったりとかしていろいろ。 大変ようやく何、まあ、て言うんですか大変ながらも頑張っていて、うん、でそしたら12月に何があったかというと、はい、12月にその、まあ、要するに市議になって、はい、わずか4か月5か月後ですよの12月に、はい、当時の中山県知事が辺野古の,その防衛省がその、えー、埋め立てをするということで、はい、そのこういう水面の埋め立ての申請っていうのを、はい、防衛省が えー、県にやるわけですけど、はい、で県が中山県知事がそれを承認したというのが12月なんですよその時にまあこれは私のちょっと主観かもしれないですけど、はい、分析としては、まあ、尾長武史当時の那覇市長は、はいまあ、あ要するに県知事選に出るとか県知事になるっていうのはおそらくもう本人の中で。 あったと思いますしオール沖縄っていう作っていくっていうのも、まあ、考えていたと思いますうん、うん、でそれがその12月の承認をもってこれを皮切りに、はいえー、那覇市長が小中武さんなんで那覇市議会もの自民党も、はい、まさに一緒になって、えー、このまず中山県知事の,そのこういう水面埋め立ての承認したことはけしからんとこれに抗議すると。はい あのいうこと、まあこれは要するに承認したことが辺野古を認めたこととイコールで考えられて、それに抗議するっていう反対するっていうことがまあその市議会の中で起こっていくわけですよ。<ー>でその時のまあ議長は阿部三男さんって言って、その後。 県知事小中武,武さんが県知事になった後にそに副知事に持っていかれる人なんですけどただ、その人は人事の口利き問題で辞任になってしまうわけですけど当時、その人が議長はい、はい、で初め、そういう、えー、今は自民党にいない人たちが、まあ、当時の自民党私,私全,全員先輩です、私26で入りましたから。もう 1>, 1期目で入ってもうみんな先輩ですから、うん、自民党の市議会議員は。はい、でその中で、えーまあ、その抗議をするって言ったので,、うん、で私はこれ違うと思ったんですよそこで。なぜかっていうとこういう水面埋め立ての承認っていうのはあの建築基準法で例えればその建物作るときに建築基準に照らしてそれが整ってればこれは行政側としてはあの 承認するものなのなでその建物が嫌いだからとか、はい、その建物を作ってほしくないからってことで不承認にするものではもうないので、うん、これはあの政治的な交渉で戦うっていうのはわかるんだけれどもはい、はい、こういう水面埋め立ての承認をこれはおかしいじゃないかとか、うん、それは辺野古を認めてることになるんだっていう論調で、はい、その中山知事を叩くのはちょっと違うだろうっていう私は思ったんですねでそれで私は思ったし、まあ、同時にやっぱそのあのー 当然はまあ何て言うんでしょうね平たく言えばですよこの間、はい、の,のラジオとちょっと違う違う主張なんか表現にはなるんですけど、はい、なんかその要するにダイアンなき反対で埋め立てをストップしてはいは、はい、現行計画を何のダイアもない状態でストップするのは私もあのそれは違うと思うんですねあのそれは鳩山首相の二の前じゃないですけどはい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 。 あのそういうふうにな最低でも圏外じゃないですけどそういうふうになりかねないので当然普天間は早く動かさないといけないで、はい、でその上で、えー、今代替施設を辺野古に、まあ、キャンプシュアブの一部を沿岸部分を埋め立てて統合するっていう今現行計画になってるので代替、はい、案がないのにそのままストップするのはあのできないっていう立場ですから。私もはいはい、はい っていうこの自分の考えの立場ともう一つはそのこういう水面埋め立て自体にそ,それに抗議するっていうのはちょっと違うでしょういうこの二つの意味あのまあ自分の考え方を持ってですねえその当時の那覇市議会の自民党がと小長武さんたちがその中山知事を批判するという,いうことに僕は乗らなかったわけなんですで。そこで 何が起こったかっていうと、はい、まあ自分はまあ結果的にこう会派を外されるような形になってですね、えー、で自分は自民党に残ったわけですはい、はい、当時17名いた自民党は4名になって、はい、その後、はい、結局このじ17名のうちの残りの13名の皆さんは自民党じゃなくなってしまったいわゆるオール沖縄側に行っ,て行ってしまったんですねああそうなんだそう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 、えー、だったんですよ、うん、で 17名のうち4名残った私はそのうちの1人でですね、はい、で後でもしかしたら時間あるから話すかもしれないですけどあきらさんといってもう1人都の先輩の議員と同期ですけど同期当選ですけど、はい、まあその人とかあとは今議長の倉賀智大ですとは 今あもう市議ですけど自民党の市議ですけど山川の理事さんとかみんな先輩、うん、大先輩ですけど、はい、その先輩たちと歯を食いしばりながらあのその時をこうあのなんていうんですかね耐えてきたんですよね。でそれでまあ結局、まあとはもう皆様ご案内の通りですけど、うん、そのオール沖縄っていうのが構築されていって、はい、でそれで尾長武さんは。 えー、市長を辞めて県知事に出るとはい、はい、で中山現職知事と尾長武さんが選挙で激突をして、はい、尾長武さんが圧勝するということになって、うんはい、で尾長武さんはこういう水面埋め立てを、えー、取り消ししたり撤回したりという法的な闘争に入っていくわけなんですけどね、うん、でちょっとまあ話の途中で一つあの言うと、はい これはこの間もいい、まあ、前回っていうか行ったことあるかもしれないですけどラジオでも、はい、あのさっきの,そのこういう水面埋め立てはどうなったかというとうん、うん、実はこれ裁判になった時に最終的にですね、はいえっと、中山県知事のこういう水面埋め立ては適法だという最高裁判決たからこれはあの法に当たってましたという結果です逆に小長武さんが取り消しかな取り消し,したということは、はい、これは違法ですという、うん。うん 結果はなのではい、はい、まああの時私は自分のまあ法的な感覚とか、うん、自分が判断してこの,こ,のこういう隅を埋め立てに反対するっていうのはちょっと違うよなっていうのは自分の判断は正しかったんだなっていうふうに後から司法の場でも出ましたけど、ねはいはい、まあそういうこともありながら。 えー、そのオール沖縄ができたとで小長武さんがまあがんで亡くなられて、はい、で玉城デニーさんが知事になってと、うん、でその間あの後継者である城間美紀子さんが現市長がですね市長選に出て、まあ、那覇市長になって一期二期と当選を重ねていくわけです。はいうん、そしてじゃあこの10年の時を経て。はい じゃあ何が起こったかというと、はい、今回、ね、あの新聞でももう逃げはしてましたけど、はいえー、まず城間市長が、まあ、引退会見と、はい、あと私,の私が私奥間涼が議会で代表質問とかをした時に城間市長がどういう趣旨のことを言ったかというと、うんまあ、普天間飛行場の辺野古移設の,あの件については、はい、これ自体は、えー、要するに辺野古移設問題は 直接那覇市の行政に影響するものではないですよとはい、はい、でこれはあの当然私たちも議会で審査してますけどはい、はい、那覇市行政の権限の範囲内でしか私たち仕事してませんので辺野古どうしますかっていうのは当然議案にも出てこないわけですうんこれはもう皆さんご承知の通りだと思うんですけど、はい、まあそういう趣旨のことでですね、はい、直接那覇市の行政に影響するものではないですと白松市長が言ったんですね。で その、えー、次の市長、まあはい、要するに引退するということを言ってですね今,回今年の5月に白間市長がもう引退しますと、はい、ででその時に述べられた言葉が次の市長次の市政に対しては、はい、その賛成とか反対とかそのいずれかが望まれるものでもありませんっていうふうに言ったんうん、うん、賛成でも反対でもはいは、はい、それは問いませんという,う趣旨のことを言ったんですよ。はい、言いましたねね、うん、このの時点がもすもすごくです、ねはい もうオール沖縄の根幹を揺るがすっていうかう、ね、まあ根幹がな,いもうなくなるというかですねなぜならそのあのオール沖縄っていうのは、まあ、僕の理解では、うん、辺野古移設反対で構築されていったっていうこの一つのあれですよね、えー、そのの目的な,なので、はい、そのそ,れその、えー、オール沖縄の勢力から、うん、まあ擁立された、はい、白間幹子那覇市長 尾長武さんの後継者が次のし姿勢とか市長に関しては別に賛成でも反、はい、反対賛成がいいとか反対がいいとかそういうことは問いませんというふうなことをおっしゃったっていうのがまず衝撃的なわけですよ。これは奥間さんの質問で言ったこと、えっと、あの引退会見が5月の日日か3日なんですよはい、はい、でその時にそういう趣旨のことをおっしゃって、はい、で私が。 まあ、あの、代表質問で、さらに、ちょっと、深掘りしていった。じゃ、あその後でしたっけ。ちょっとね、あの、この、こ、発言自体が、どこだったかっていうのは、ちょっと、今、議事録手元にないんですけど。でも、あの、やっぱ、確定的だったのは、議会答弁ですよね。あ、じゃ、あ引退会見を受けて。そう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 。奥村さんは。そうそう、私、こ聞いたんですよ。はい。まあ、聞いたんですよね。引退会見で、こういうふうにおっしゃってましたけど、シーはどうですかっていうふに聞いたら。 まあはっきり答えたっていう感じです,かねそうですよね。あれ衝撃でしたもんね。衝撃でしたね。うん、でまあその発言が出て。はい、えー。それでもちょっとこう。まあ大騒ぎになってですね。はい,はい。でそれで。はい、ええー。知念。当時の副市長が。はい。まああの本人の。あの。まあいろいろ言葉とかいろいろ。あのアンケートとかでも出てきますけど。うん。まあ城間市長が引退することになりました。はい。でそしたらまあ市長が空席になるわけですから、ね。はい。 じゃあえー、当然選挙戦が、うん、まあ4年に一度当然発生はするんですが、はい、どちらが誰が新市長になるのかっていうのは決まりますよねとうん、うん、誰が出ても新市長なわけですはい、はい、あの要するに白間市長が現職が引退するわけですからでそこで、まあ、自分はあの要するに知念さんは、うんえー、自分が培ってきた38年の行政職としての実務能力だったり、はいうん、あとはこの8年間の副市長の経験だったり、はい、こういうのでやっぱ次の 時代に、うんうん、貢献していく力が必要じゃないかみたいなっていうのを本人が考えて、うん、まあ副市長を辞めて、うんえー、で市長選に出ると、はい、でそのおな間の中で、えー、自民党の推薦も受けて、はい、公明党の推薦も受けて、はい、であとはその白間市長も最終的にもう応援すると。あれもすすごかったですね、うん これも大ニュースでしたねあんな応援すると思いました表だって表だどの程度かはでも私はその今これ新報とかタイムスも終わった後に記事めちゃくちゃ書いてるんですけどめちゃくちゃ書いてますよねめちゃくちゃ書いてるんですけど <laughs> <laughs> なんかそこになんかいろんな関与があったんじゃないかみたいな僕もしょっちゅう取材今だに受けてるんですけどねうん、うん、あのー、だからまあ話せる範囲で話しますけど、はい、あのー。 私はですよ、白、うん、間市長がまず最初の発言、5月2日の発言、その後の6月議会での私のお質問に対する答弁で、はい、もうその時点で衝撃的なわけですあ僕からすると、そので、ね、もでオール沖縄っていうのも半分ぐらいちょっともうゆ、うん、揺れてっていうか、土台がない状態っていうか、ですねはい、はい、そういう状態になったんですよ。うん、で 多分僕考えてまあ皆さん考えたら普通にちょっと思うかなと思うんですけど、うん、わざわざだってあんな発言しないじゃないですか。しない、うん。ってことはやっぱりなんか次の主張はこういう人がいいんだなっていうのは多分本人の中であったと思うんですよね。うん、ああもうじゃ、うん。その時の、うん、このなんていうのかな短い期間じゃなくて結構考えていたっていう感じですかね。 8年間の中で思うところはあったんじゃないですか、はい、要するにーオール沖きなっていうところがあ,あとなんか左に寄りすぎてるって本人も言ってましたよだからそれは多分白茂市長がこの8年間の中で感じてたんじゃないですかはいはいだってあの,その企業グループも仮、うん、するにカリシグループとか、うん、金秀グループも離脱していったわけですから、ねはい、だからそういうのも、まあ、あったのか分かんないですけどいやでもあの 質問問に対しててあれ、うん、一問一答でで確か新聞載ってたんですよ、うん、それに対して、えー、と左に寄りすぎているっていうのが僕はもう、うん、ええとここまで言うんだうんうん、うん、だからそういうのは多分8年とか4年のスパンで考えてて、うん、次の市長はこういうイメージだと、まあ、知念さんを想像してたかどうかはわからないですけどでもやっぱ次の市政にはこういうふうに。 なことが必要だよねっていうのは多分おか,、ね、からはい、はい、なんかあの「応援すると思ってましたか?」っていう今の山内さんの質問に対してはああう,う,うん,うーんするかどうか確定的ではなかったけれども、はい、でも尾長竹春さんがこうやって出てきた時のこの何、はい、て言うんですかね出馬する経緯とか出馬する意味とか。はいはい で知念さんが出馬する意味出馬する経緯とかっていうのをやったら、はい、まあ当然多分白間市長の今までの言動からすると、はい、知念さんを推したいだろうなっていうのは私は予想はしてましたけどね。だから僕も、あのー、まあ推薦ではないけどそんな感じで、うん、まあ応援しますよぐらいかなと思ってたんですよ。はい、で実際にには本当に そばにいてあれしたじゃないですか応援というかもう前面に立ってたじゃないですかマイク持ってましたねそう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 だからそこまでするっていうのがそれは多分誰も予想できなかったんですびっくりしたんですよだから白間さんいろいろすごいなと思ってびっくりさせられるというかすごいですよ正直ですよあのいやこれねちょっとぜひリスナーさんにも伝えたいんですけどあのよく考えるとですよあのこれ知念さんもそうなんですけど知念さんも けでかっていうと白間美紀子さんがオール沖縄から出た市長だったので、うん、その人に仕えてた副市長じゃないですかだから当然オール沖縄側だと思われていたわけですけ、はい、だけどもうそうじゃないということで、うんうん、でいう立場を取って出馬してるわけじゃないですかだから本当にたまにですよあの たまに何て言うんですか市長になりたいとか町長になりたい村長になりたいとか、はい、何々になりたいから自分の信念を曲げるとか自分がこれまで系譜をたどってきたところを変えるとかまる党からまる党に変えるとか、うん、そういう人をなんかちらほら見ますけどはい、はい、その人たちと比べたらですよ、うん、あの例えば知念さんが市長になりたいがためだけの。 ただ市長になりたたいかからとかただ名誉のためとかはいは、はい、っていうだけだったら、はい、オール沖縄から出れば楽々勝てたと思うんですよ。で実際このオール沖縄側の選考委員会からも押されてた人ですからね。と思うんですよ。そっちの方がすんなりはすんなりいくしはいは、はい、おそらくこの今までのこの沖縄の政治状況からするとオール沖縄で出た方が勝ちやすい。はい でしょおそらくしかも那覇は余計その傾向が強いんですよねええこれまでのやっぱ投票数とか県知事選参議院選とかのデータから見るとですねオール沖縄側からどっちか選べるとしたらですよオール沖縄側から出た方が当然すんなり市長になったと思うんですよでんでわざわざ茨の道を選んで自分の市長をやったかとそれよりもっとすごいのは城間市長です市長ももうう引退すするんでよだって も後半でですすか、うん、引退ですよで、はい、本人も引退すると言ってましたからそしたらもうゆっくり過ごしたいみたいな話もなんか出てたような気も聞いたような気もしますけど、うん、そしたらもうすんなりねあの頑張った市長としてみんなからこう評価されて悠々自適なというかのんびりした、うん。 その自分のこれからのまた次の人生が待ってたのにもかかわらず、はいうん、わざわざ矢面に立ってですよ。<う>でマイクも持ち、うん、裏切り者と言われ、うん、批判されでだからよく考えてほしいんですけどなんでこの白間市長がそこまでやったかというはい、はい、多分自分が可愛かったらこんなことしないと思うんですよね。だから そこにあるののは多分那覇市の未来だかでこれは本当素晴らしいなと思いました白、はい、間市長が、まあ、わざわざ人好き好んでね、うん、人から批判されたい人いませんし裏切り者って人生で何回言われるかなって感じじゃないですか <laughs> それは言われるのを覚悟でですよやるからには意味があったんだと思います。 実は先月かな先週か沖縄プライムでこの話したんですよがっつりで宮里さんだったんですけどヒ広海さんが言うには相当いろいろあったんじゃないかと要はそうじゃないとあんなふうに言わないと要するに左に寄ってるんじゃないかとかあるいはその表立って応援してるとかこれってやっぱりいろいろこの。 まあ言ってみればオール沖縄側与党ですよね那覇市で言えば、うんうん、この与党側にかなり、まあ、不満ではないけどいろいろあったんじゃないかともちろんあの、うん、自分の政治姿勢とかって今回あったと思うんですけどうん、うん、そういう背景もあったんじゃないかみたいな話もしたんですようん、うんまあ、そういうのもあったでしょうね。どうですか那覇市議で議会とか見ていて、うん、なんかそういう側面あったんですかいやなんか 私が言うと特,特定の <laughs> 特定の会派に対するあれになるのでちょっとあれですけどまあただただなんでしょうね、はい、あのー、やりにくそうではあったんですかや,やりにくそうでしたねやっぱり、うん、やりにくそうでしただから結局、うん、市民のためってやってても、うん、あのちらっと知事もツイッターでポロっと言ってたけど、うん、あの人たちオール沖縄のためってあそう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 。<laughs> 玉木デニー知事のツイッターでしょそうそう,そうそう。そうだから違うんですよね多分これはオール沖縄を守るための戦いですみたいな違うっちゅうね市民の暮らしを守る戦いだってどんだけん物価も高くなって円安で燃料価格もガソリンも高いコロナも来てる市民の生活守る選挙なのにオール沖縄守るための選挙じゃないっちゅうのう <laughs> だからなハシ ええー、白間市政も、うん、そのそもそもの仕事がすごいやりにくかったんじゃないかっていう話もしたんですけど。あまあ、そうだと思います。私もそう思います。<laughs> はい。<laughs> ね、<laughs> だから、この反対、なんていうの、あの与党、与党議員の方々が。 いや撤回してくれみたたいいにやったじゃなでももうあのその今リスナーの人に解説すると <laughs>、はい、その城間市長がその知念さんを応援しますと表明した後に、はいえー、そのオール沖縄勢力の、えー、共産党の市議の皆さんと、はい、あとは社民党系の市議の皆さんと、うん、あと立憲民主系の市議の皆さんが、うん、市長のところに行って。はい えでそれで撤回しその要するに知念さんを支持するっていうのを撤回しなさいっていう要請をやったんですね僕もニュースでしか知らないですけどあそうなんだ o t ーのニュースで流れてたんですよね、はい、テレビのニュースで、はいはい、そしたらもう結構きつい言葉を浴びせててもうなんか即辞任に値するとかですねへえんかそういうこともおっしゃってたっていう話ですよねなんか、まあ、そういうのが結局、うん どこを向いてあの政治というか市議というか議員さんというか、うん、やってるんだろうっていうのは感じますあねまあでもちょっとフォローすると <laughs>、はい、<laughs> 多分彼らは彼らなりに、はい、オローキナを守ることが、はい、市民生活を守ることに直結するんだっていう思いなんじゃないですかあ、ね、まあ僕はそういうことは言わないですけど、はいはい,はい。 そうういこともありましたねそれで結局じゃあ結果に行きますと結果は1万票差をつけて知念さんが私も接戦か負けるかなって思いましたね正直めちゃくちゃもう死ぬ気で応援しましたけど死ぬ気で応援した理由はですね私も別に自民党がいいからとかじゃなくてオール沖キナーが嫌いかというよりもなんか今回はね一応尾長武春さんは。 あの頑張ってると思いますしはい、はい、別にその何僕から何も言わないんですが、はい、今回はですよ、うん、もうさすがに今回の市長選挙で何が大事かっていうのは、はい、皆さん分かったんじゃないかなってあの出口調査とかあるんですけどやっぱ出口調査で圧倒的にやっぱ経済とか暮らしとか子育てとか、うん、やっぱ基地問題っていう出口調査で基地問題が重要だって答えた、うん のは少なかったんですね。でも、十、はい、何パーセント台ぐらいだったんですよ。他は多くはもう他の子育て福祉とかっていうの。やっぱ皆さん投票してまして、いかにやっぱ今の時代が大変かと。うん 円安いつまで続くのとか、あのさっきもニュースでやってましたけど、輸入品が高くなるもんだから、うん、したら国産の方とあんま値段変わらなくなってると、はいはいはいそこまで物価も高くなってるし、はあ、大変だよね。うん。で、ねガソリンもずっと高い、電気も高い、電気も高い。うん、で、じゃあ経済良くなるかってやようやくインバウンド戻ってきましたけど、これがじゃあ私たちの生活に帰ってくるまでどれぐらいね、うん。 時間があるのとかコロナいつ終わるわとかそんなのも考えたら今回の那覇市長選挙ってとっても大事なタイミングの市長選挙なんですよ。でこれをなんかこう今から頑張りますとか初めてやりますとかっていう人とあまっ原さんがそうって言ってるわけじゃないですよではなくて一般論としてですよ新人でっていう人まあもちろん若さとか当然そのね議会の能力とかも当然あるんですが。 多分まあ結,果結果から見ると、はい、あの知念さんは38年も行政職でやってて、うん、副市長をずっとやってきた人ですから、はい、もう即戦力どころか選挙終わった次の日からでも働けるような人なんですよね。やっぱそういうところもやっぱ評価されたのかなって私はそういうふうに見てますけどね。 だからここにあんまオール沖縄だろうが自民党とか関係ないんですよねそうな正直って。今回の那覇市長選僕がとっても注目したのがそこだったんですよ結局白間さんが推薦したのっていろいろあるでしょうけど結局この人がいいっていう。そそれもありまねこに 実はこの話もしたじゃないですか岡村、うん、さんとも、うん、そういうふうになるのが選挙がいいよねっていうそうですねオロキナとか自民党じゃなくてああとりあえずこの人がいいこの人が言ってることがいいとかだからそれその通りになったんじゃないかな、ね、だって那覇,市長那覇市においてはやっぱ、はい、えと参議院選挙も自民党負けましたしうん、うん、え知事選挙も、まあ、知事選挙はちょっと首長選挙だけどはい 佐喜眞さんも負けてっていうのが那覇市の有権,、はい、有権者のこの1年の判断でしたから、はいはい、そこでやっぱ今回自民党推薦を受けているにもかかわらず、はい、その知念さんが選ばれたっていうのは、うん、でオール沖縄のもう象徴たる人じゃないですか、はい、中竹春さんっていうの、はい、でその人が1万秒差つけてっていうのは、うん、やっぱそ,のそういうふうに。 多くの有権者が選んでくれたんじゃないですかね。やっこれはもうあの市長はこの人でしょっていう感じで。うん、だから人で選ぶっていう人で選ぶだから、うん、選こっち側も市民側も、うん、まあ住民側もえっと人を見ようっていう、うん、だから市長だけえじゃないイデオロギーだけえっと、うん、で票を入れるんじゃなくてっていうのが。 しかも那覇でででこれががやったっったていいいうのがちょっと大大ききなすすねね本当ですね県と那覇でやったっていうのは、うん、沖縄のね、うん、あの沖縄の選挙においても大きかったと思いますで、ちょっとありきたりの言葉かもしれないですけど、うん、やっぱどんどんこう昔に比べてメディアの媒体が増えて、はい、SNS も出てきて、うんえー、やっぱりこの候補者とか、はい、人,人がもう生身で見られるっていうか人の評価 見やすくなった昔は新聞ぐらいしか媒体ないから新聞フィルターで放射が発信されてっていうようやく街頭演説で初めて見たみたいな世界だったかもしれないですけど今は本当に身近になっているからどういう人なのかっていうのを調べやすい見やすいみたいなのは昔と比べてやっぱあるので政党で選ぶんじゃなくて人で選ぶみたいな。 そういいうううのが出てきてきるんだろうなと思いますよそうですよね、うん、だからすごいこれは影響を受けてほしいなといろんな県内各地で。うんうん、そうですねだって私だって別にオール沖縄だろうが、はい、優秀で間違いなくこの人しかいないよなっていう人物が現れたら、うん、その人に頑張ってほしいと思いますもん。ですよね。立場的に 大手を振って応援できなくても、心では上か下かみたいな。多分ね、あ、今回知念さんはね、逆パターンでそれあったと思います。あの、僕はね、あの、ちょっと、こう、裏の情報も知ってますけど。あの、間違いなく、この逆はあったと思います。要するに、オール沖縄を普段支持している人も。いや、今回知念さんでしょみたいな人は。今回やばいだろうっていう話ですよ。ねそれは言いましたよ、当然。 でもまあまああのんて言うんですかね雰囲気も知念さんいいですしねなんか僕も SNS で動画とか見ましたけど面白かったですよかえっと市長白間市長とこんなやってグータッチとか言ってあの人ね私もこの今年に入ってからあの人とよく話するようになっんですけどひ言で言うとねシャイですねとっても濃いですよね。 白間市長もやっっぱそれ言ってましたねはじかさの知念がこんな選挙運動出て必死なんだって言ってましたみたいなのが出たけど <laughs> とか出る人っぽくないですよね。相当はじかさシャイシャイ <laughs>、うん、シャイを隠,す隠そうとするからなんか余計ちょっとなんか変な感じになるっていうのが知念さんの特徴ですね。<laughs> うん、変な感まあえっ、ー、とじゃあちょっと一旦 CM のあと、はい、ちょっとまたいろいろと聞きたいので。はい ちょょっと深掘りししていきましょうか、はい、FSO パイロット留学アカデミー僕はスカイ夢はパイロット制服かっこいいし給料もいいし世界中を旅できるきっと女性にもモテるよなあーパイロットなりてー国内初の FA パイロット試験官が熱血指導するパイロット留学アカデミー 和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒など様々なお酒を楽しんでみませんかジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから想像へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。 将来の夢は漫画家になりたいです好きなことは絵を描くことです自分は自分であって大丈夫あなたの成長や未来をみんなで見守っているよ8月17日は地域とともに成長の日公益社団法人宜野湾青年会議所は子どもたちの成長を見守る社会を目指します海が好きだった父決め手はこの景色でした真心込めて誠心誠意提案してくれました大切な人を忍ぶ場所お墓 二十四時間三百六十五日、三国にご相談を。零一二零三九二七五六。三国株式会社。はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。醤油塩タルナン南ン、激辛も、美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。 はいえー、後半の沖縄プライムでございます今日は奥間さんと那覇市長選について語っていますがはいえとまあそんねてやっていましたがやっぱり奥間さんにとってもすごく特別だったと思うんですよ、はい、っていうのも選考自民党の選考委員にも入ってたんですよね、はい、そうですそうですはいだからやっぱりすごい思い入れがあったと思うんですけどそうですね あの自民党の選考委員会にも入ってまして、はい、で私はもう知念さんを当初から押し,押してましたよねはいその他にも2人の自民党の県議と一人、那覇市議の名前も上がってまして、はいはい、この人は自民党じゃなくて無所属の市議会議員だったんですけど4名の名前も上がりましたけど。はい まあなんかよく聞かれたのは知念さんは自民党じゃなかったのにと公務員だから自民党じゃないんですけどどこの党でもないんですけど、はい、要するに,自民,党に汗自民党で汗かいてやってきた人でもないのに、うんうん、なんでこんな人を上げるのかみたいなのは党員の中ではありましたけどそれって、うん、じあ,のあれだったら分かりますよ国政選挙とか要するに党の対決じゃないですか。あの 衆議院選とか参議院選っていうのは基本的にみんな党で出るじゃないですか。党公認で出るじゃないですか。それだったらもちろん分かりますよ。党公認を出すんだったんで。首長選挙はもともと党公認出さないんですよ。もともとみんな無所属で出るんです出身が自民党かどうかっていうだけの話で。で自民党の選考委員会で選ぶとそこに党の汗かいたとかっていうのは別に評価項目にはなってもいいと思うんですけど。 マイナス評価にしてしまうのはどうかなっていうのはうまあ私としてはありましたけど別にそれ自体の考え方に否定をしませんけどでもやっぱ結果的にはあのまあ最終的に前回一致で知念さんというふうになりましたからああなんかほら、えー、と選挙の後ですね、はい、この会派がどんどん抜けていって。 1> 1週間以内ののニニュューーススでですねそそうですねねぐらいこれも僕はかなり気になって見ていたんですけどはい、はい、やっぱりあれですかはい、はい、知念さんこの<ー>なんていうのかな選定の中でみたいな話がチラチラ出てきてましたけどそうですねちょっとまあ言える範囲で言いますけど、はい、一応事実関係からすると <laughs> はい、はい、10名のし、えー、那覇市議会の、えー、自民党会派という10名の会派はい、はい、自民党っていう名前の会派がありまして。はい で実はそ,のそれ以外にも自民党席を持っている人は議長がいまして、はい、議長は会派に属さないことになってるんですよだから議長もいます、久高智弘議長、うん、でもう1人、矢良栄作さんっていう議員さんがいましてその人は自民党席を持ってるんですけど会派、はい、には所属してない無所属あのには所属してないんです、ね、<ー>っていう人もいて。はい 全員合わせると12名の自民党籍を持った市議会議員がいるんですけどはははは12名のうち10名で会派を構成してるっていう感じだったんですよ。で今回おとといから、えー、まあ脱会しますとはははは会派を抜けますという連絡っていうか、うん、まあその話が受けて、はい、まあ正直私も私は会派の幹事長をし,しているので、うん、ちょっとびっくりしたんですけど。はい まあえー、と4名まず会派から、えー、名 5, 5名か5名か五はい、はい、名会派から抜けますという連絡というん、てかまあ話があり、はい、もうまあもう残念ですがということで抜けられまして、うん、で昨日かなまたあの大山議員という方がもう一人自分も抜けますっていう形で。うんうん 抜けたとということなんですが、はいまあ、私としては、まあ、当然その,あの本来地方自治,自治に与党野党っていうのはないんですよ。与党的な立場か要するに知念さん私たち押してましたからうん、うん、その押した人が市長でその,もそのまあ市長と対する議会での立ち位置として与党的な立場とよく言われますけど。はい まあ与党的な立場の中でも第一会派といって一番数が、うん、多い会派は代表質問が一番最初にできたりもしますし結構、行政と議会で、うんまあ、連携取るべきところは連携取るので、はい、そこでやっぱ与党第一会派っていうのはあの大きいんですよ、いろいろ進める上でもですね、はいはい、町づくりを進める上でも。はいはい でその中で、えー、今回その5名抜けてで昨日も1人抜けたので第一会派じゃなくなるわけですはい,、はい。で今計算でいくと、えー、多分公明党会派さんとうんあとは二来さんっていって、はい、まあ社民党系の人たちが入ってるとかオール沖縄的な形が入ってる人たちが7にあのなるはずなんで。 そしたらその孔明さんと二来会派の同数が第一会派になるはい,は,いはい。で私たちは第三とか第四会派にこうなるっちゃうわけです、ねうんはい、はい。でそれはあのやっぱり知念さんを推しで、うん、政策もこう、えー、互いに確認をしてこういう街づくりを進めていこうっていうふうに一致団結した。 メンバーが第一会派になれなくなったのでこれは非常に残念ということはまあ自分の新聞にもコメントしてそのコメントも出てましたけどまあとても残念だなとでその抜けた理由も実はあの直接私も聞いてないのでわからないんですよはい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 ははいはい、ね、私も直接聞いてないのでわからないですなぜ抜けたかはまあ新聞でいろいろ伝わったりもしたんですけど 大山議員に関しては、はい、あの直接あの電話で話した時に、はいえっと、大山さんが今何あのブログかなんか載せてるんですよ自分が抜けた理由っていうのを書いててで、ね、でさっきちょっと拝見したんですけど大体おおむねそういう趣,趣旨のことを、うん、あの大山さんから聞いたので、うん、大山さんは市長選は関係ないというふうに言ってましたね。あまあ、自分の議論 自分がいや,もうやりたいように議論をしたいということで一人でやりたいというのが趣旨なのかな<ー>まあそんな話があったので大体そういうあのことを言ってたので驚きはなかったんですけど最初の5名の皆さんからは直接理由は聞いてないのでもう私も分かんないですで、まあ、もう一言コメントしておくと、うん、あの私はずっと現時点今でも。はい あの一つの会派でやりたいっていうのは思ってますしほいほい向こうにはそれはも,うもちろんずっとあの、うん、伝わってると思ってますはい、はい、あのだから是非、まあ、脱会して今新しい会派作られましたけど、はいまあ、いつでも戻ってきてほしいなっても思いますし <laughs> <な>、はい、いつでもウェルカムなので <laughs> その脱会した理由もわからないんですがすな、まあ、もしなんかここが気に食わなかったとか。 まあ不満だったとかここを直したいとかこういう会派にしたいってあるんでしたらぜひお伺いしたいですしそこも改善するように努めますのでいつでもお待ちしてます、はい、あらすごいですねラジオでこういうことを言うってなかなかないと思います <laughs> いやこれはもうあのマスコミにも言ってないんであの技能も一番好きにすっぱ抜いてくだ,さい <laughs> だからその僕も新聞でしか見てないんですけどやっぱり この今の市長にガツガツ行きたいっていうのもなんかあったんですよ。っていう,こうあの新聞ですよね。新新聞新聞で,でもですね、はい、一応我々も全く同じなんで私たちもはい、はい、むしろあのこれ議会でも言おうと思ってますし、はい、どっかのタイミングで言うつもりなんですけどていうかずっと思ってるんですけど。はい 与党だからといって生ぬるくしちゃダメなんですよ。うんうん、これ議会は機能しないんですよ。与党こそガンガン追求しないといけないんで、うん、私は全くこれまでの奥間寮という <laughs> あ,ーーあの議会のあれを全くあ,あの, <laughs> あの全く手を緩める気はないですね。むし、はい、ろ強めていこうと思ってます。いいはいはい、ね、あの。 ガガンガン追求しますよ当たり前なんそうそうあの要するにガンガン追及するっていうのは、うん、あの当たり前のことなので私たちの会派も、はい、残ってるメンバー会派もうん、うん、自民党会派も、うん、それはもうこれまでと変わらず、うん、当然やり続けますのっていうのはあるので別に会派が分かれてるから。 そっちの会派はガンガン言うタイプです。私たちはぬるいタイプですっていうのは全然違います。関係なく。全然関係ないです多分議員によっても差があると思います。多分それは。あ、まあそうでしょうね。そうそうそう。で、開派のコンセプトとしてどうかって言われたらもう全く今までと変わらず。あのこれ議員の責務なんで、あの要するに行政の監視機能っていうので。はいはい。確かにね。はい。 ただだからそういった意味では一応は一問着みたいなことで言うとやっぱ知念さんには早速の,この課題ではないけど僕は逆に突きつけられてよかったんじゃないかなとも思っていてっていうのもあの松本市長とも実はこの前あのラジオで話したんですけどあの人最初もうボロボロだったじゃないですか。でもそれを クリアしててていいってめっっめちゃゃ今すごい市長になってるじゃないですかそうですねだからそんなふうになってもらえたらすごく那覇も魅力的にまた、うん、まあ今でももちろん魅力的なんですけどもっと魅力的になるんじゃないかなと思ってそうですねあのー、おっしゃる通りですね、うん、で,で今回多分そのあのー、まあちょっとさっきも言いましたけど、はい、今の自民党会派もその抜けていて 脱会した皆さんが作った新しい会派も、はい、あのちゃんと是々非でやる会派なので、はい、あのかなり議会は機能するんじゃないかなと思いますうこれはもう私の責任で言いますけど、はい、10年前,だから10年前私が入った当時の議会はね、はい、まあ,あれは、ね、監視機能を聞いてなかった、えー、自民党会派は。 ちなみにあの17名の会派のうちあ17名いたって言ったら私いたじゃないですかでそのうちあの何名残ってるかっつったら今ですよ多分ちょ,ちょっと少し間違いあるかもしれないですけどお<の>およそで考えると17名のうち、はい、さっき言ったあの自民党に残った4名は残ってるんですよ。あはいはい、で他の13名のうち。うん 12名はもう今議会にいないですええー、そうなんだ、うん、引退したか落選したか、はいえー、引退したか落選したかそうですねうん、えー、はいはいで議員ですらないっていうそうですそうです<ー>でその13名のうち1人だけらへいさんっていう人が自民党に戻ってきたことによってっていうのはあれだけど自民党に戻ってきてるんですけど、はい、その人は1回落選して復活しましたね、はい、ああそうですよね1回、はい やらさんもねそうそうたまに来て喋るんですあ本当ですか、はいもうめちゃくちゃ仲良しになりましたよこの <laughs> 今回の市長選挙で余計に <laughs> あの人も面白いですね本当にだからこのやっぱその10年で、うん、もうすっごい変わりました僕はもう、うん 大変な思いししてきましたけど特に最初の時もうめちゃくちゃやじられてですね、えー、共産党からもやじられて旧自民党からもやじられた、うん、まあそのオール沖縄に行った自民党の人たちからもやじられオール沖縄はその小永、えー、前市長の小永、うんうん、市長の時は結局オール沖縄だから自民党が本当に、うんうんうん あれなんだそうなんですよ36対4とかの構図ですから、ね、<laughs> やばくないですか議会で36対4の構図ってもうオール与党化してて僕ら 4, そ4とかそん中で僕がまたなんかこう発言しようもんいもう。 すごいヤジで自分の声が聞こえなくなるぐらいのヤジですねそうなんだほんと大変でしたよもっと言ってやりましょうかこういう名刺避けますけどで無視されたりとかそれってもう大人として大丈夫かみたいなねえじゃあもう感情がバチバチなんだ普通は議場出たらどこの政党だろうが普通ににこやかに会話するんですよですよねそんなメージありますよ今でもそうなんですけどこの旧自民党の人のねまあ ある〇〇さんは、ね、<laughs> 本当に嘘でしょっていう感じ、まあ、そんな大変な時期も乗り越えー、で今回やっとその、まあ、オール沖縄とか自民党にこだわらない人がやっぱ市長になってくれてそれを推してでこれからすごい本当楽しみです。うん、ですね。 あのこういうことはありましたけど、はい、でも考えてみてくださいよ、うん、全世界で見たらこんなちっぽけな自民党の会派がうんぬんっていうねはいは、はい、そんな話じゃなくて、はい、もっと那覇市の未来についてね考えていこうとうん、うん、そういう意味では別に抜けた皆さんも関係一緒ですからはいは、はい、当然気持ちは一緒なのでこれから会派についてはま,あまた一つでやりたい。 ですっていうのは僕は言い続けようと思ってますけどねうん、うん、この抜けた皆さんには一、はい、つに戻,あの戻りましょうっていうのはお願い戻ってきてくれっていうのはお願いするつもりですけど、まあ、ただ、那覇市のまちづくりはこれからも私は継続して取り組んでいきますんで、うん、なんか僕は寄り那覇が魅力的になったなと思います。いいはいはい さあ、はい、ええー、そろそろお時間となってきました。沖縄プライムでございますが、はい、今日那覇市長選がっつり振り返って、すごい楽しかったです。はい、<laughs> あっという間の、本当一時間でした。はい、ええー、ぜひ皆さん、えー、来週も聞いてください。沖縄プライム以上です。はい、ええー、お相手は。はい。那覇市議会議員の奥間亮でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。